今回はスポーツドリンクについて解説していくのだ。運動やアウトドアのお供で人気のスポーツドリンクだけど、なんで生まれたのか知ってるかな。ことの発端は1960年代に遡るのだ。当時は根性論全盛期で、厳しいトレーニングによる負荷が強い選手を作ると信じられていたので、アメリカでアメフトの選手の毎年平均20名が脱水症状または熱中症で死亡していたのだ。また同時期にダブやプラントの建設現場の作業員がアメフト選手と違って水分を取っていたにもかかわらず倒れる事態が発生したのだ。原因は水の飲みすぎで体内の塩分濃度が薄まり、尿としても塩分を出してしまったことで電解質バランスが崩壊したからなのだ。多数の死亡者が出たことがまずいと判断され、アメフトチームのフロリダネーターズとフロリダ大学泌尿器科専門医のロバート・レイトの研究開発により、最初のスポーツドリンクであるゲーターレードが発売されたのだ。一方日本では1980年に大塚製薬から発売されたポカリスエットが最初とされています。開発の経緯としては、大塚製薬の社員が海外出張している時に体調を崩し、下痢による脱水症状で苦しんでいた時にまともな飲料水が手に入らず、水分補給に特化した飲料を開発する必要があると考えて作られたそうなのだ。スポーツドリンク販売当初はスポーツ中に水分を取らないという経験論が分かり通っていたので普及しなかったんだけど、スポーツ医学の観点から運動中の水分補給の重要性と水分補給を軽視することの危険性が認識されたので、売上を伸ばしスポーツドリンク市場が形成されたのだ。日本国内だとアクエリアスが2007年の時点でシェアの 45% を占めていて、ポカリとカラを合わせるとシェアが 90% になるのだ。最後に余談なんだけど、お酒とスポーツドリンクを一緒に飲むと早く酔うって話があるけど、あれは嘘なのだ。アルコールには利尿作用やエタノール分解に水分を使って脱水症状が起こるので、スポーツドリンクを同時摂取することはメリットしかないのだ。使い合い防止にもなるぞ。ぜひ試してみてほしいのだ。今回は以上なのだ。いいねやチャンネル登録、コメントもお待ちしているのだ。ではでは、また次回。